ゴー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 。毎度ありがとうございます。山にふみです。バージョン 1.1 アップデートでいろんな要素が追加されました。そのうちの一つが魔性の塊ですね。こちら樹脂を消費することで武器の強化素材を作れる鉱石になってます。確か冒険者ランク30くらいだったからか、マップ各地で回収できるようになります。そして魔性の塊とセットで水晶の塊も同じ場所で毎日回収できるようになりました。今までは2、3日くらいかわからないんですけど、結構待たないと復活していなかったので、これはありがたいですね。まあ、といってもこういった感じで水晶を材料に使うアイテムも実装されたので、いっぱい回収できる代わりに使う機会も増えそうです。ちなみに魔性の塊が近くにない水晶は今まで通り 2,3 日くらい待たないと復活しないみたいです。なので水晶が毎日復活する場所を抑えているかどうかで大きく差が出てきそうです。ということで今回は毎日鉱石が回収できるポイントの紹介です。まあ知ってる人は知ってるよっていう内容なんですが、もし知らないという方がいるようでしたら、毎日習慣づけることで長い目で見ると大きな差が出てくるので、ぜひ水晶の塊毎日回収していきましょう。毎日復活する鉱石のスポットを知る方法で有名なのが鍛冶屋に聞くやり方です。ワーグナーさんにモンドの鉱石についてという項目で話しかけると、地図上に毎日鉱石が取れるポイントをマークしてくれます。基本的にこの3箇所ですね。実際に回収していきましょう。はい、1箇所目。はい、2箇所目。で、3箇所目と。はい、すべて回収し終えると、マップから水晶マーカーが消えています。この状態でもう一度ワーグナーさんに鉱石の場所を尋ねると、知らんと言われます。はい、これ以上の場所は教えてくれないので、モンドで毎日鉱石が回収できる場所はこれだけなのかと思いきや、他にも教えてくれる NPC が実はいます。こちら、清泉町にいるドゥラフさんですね。実はドゥラフさんも、この辺りで何か気になったものはないかと尋ねると、鉱石の場所を教えてくれます。はい、ここだと教えてもらいました。ちなみに最近ガチャで実装されたディオナなんですが、このドゥラフさんの娘です。そう、家族に関して聞くと、娘のディオナにちょっかい出そうとするなよと言われます。一体ママはどこにいるんだ。ちなみにディオナが清泉町出身であることは、モンド城の酒場キャッツテイルの掲示板とかにも書かれてます。まあ、少々脱線しましたが、教えてもらった鉱石の場所に行くと、ここは元から鉱石が大量に回収できるポイントとしても有名だったので、それが毎日回収できるようになったっていうのは非常に大きいですね。よっこらしょと。現状私が知っている限りのモンドで毎日鉱石が取れる場所は以上です。次はリーユエ編ですが、リーユエも同じように鍛冶屋さんから鉱石の場所を教えてもらいます。はい、結構多いです。1、2、3、4、5箇所教えてもらいました。はい、1、2、3、4で5と。同じように回収し終えると、マップ上から水晶のマーカーが消えて、鍛冶屋に聞いても情報がないと言われます。ちなみに絶雲の間付近にいるこの半官でいいのかな、この方も一応鉱石の場所を教えてくれるみたいなんですが、リーユエの鍛冶屋に聞いて鉱石を回収し終えてから聞いても何もなかったと言われます。もう鍛冶屋でいいじゃん。はい、という感じで毎日鉱石が取れる場所を鍛冶屋から教えてもらえるんですけど、教えてくれるポイントは毎日変わらないので、あらかじめこういったツルハシのようなマーカーをマップに置いておくと、毎日聞く手間が省けるんじゃないかなと思います。もしたくさんリクエストがありましたら、毎日は復活しないけれど効率のいい鉱石回収場所のまとめ動画なども作ってみようかなと思います。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。これからも原神動画上げていきますので、気に入ってくださった方は高評価やチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。